結成されている私たちカラーチームは、今年のテーマを切磋琢磨とし、日々練習に励んできました。今ドラムフラッグで演技をしているのは高校生たちで、そのドラム曲やフラッグの演技を作り指導してきたのは大学生です。私たちは3月から合宿で寝起きを共にし、練習して仲間との絆を深め、発足当時からのモットー、規律と調和を目指してきました。ぜひ4色のフラッグと